はい、ということで、さっきね、シングルポイントスリングの、まあ、レビューしたんですけど、続いてね、もう一個、この前、まあ、年末に、ね、買ったものがね、紹介しようと思います。でそれもね、また、田村装備開発さんなんですけど、BS35 レグリグってものなんですけど、まあ、ものは、これになります。これですね。まあ、ちょっと今、SEP ね、4つちょっとつけちゃってるんでね、あれなんですけど、まあ、レッグリグですね。今ちょっと、もう一個オプションつけてるんですけど、まあ、M4 タイプのマガジンを2本させるレッグリグになってます。まあ、これの簡単な、まあ、商品レビューしようと思います。はい、ではね、早速レビューしていきたいと思います。もうちょっと今ね、装備つけちゃってるんで、まあ、外してもいいんですけど、まあ、そのままでレビューしようかと思います。取り付けに関してはね、ここ、バックルで、こういう、調整可能なようになってるので、まあ、普通のね、ベルトでも留めることはできます。僕はまあ、いつも使ってるこの、ノブリッチのね、ベルトに固定しています。で、こいつのね、いいところは、まずしっかりしてて、ここでね、足の部分で綺麗に固定できるんですけど、これがね、本当絶妙な位置なんですよね。ちょうど股の下のとこかな、に来るので、動きあまり阻害されないんですよね。はい、ここ、ちょっとまあ、お気に入りのとこなんですけどね。で、これ、田村装備さんだけじゃなくて、ボルクタクティカルギアって、結構、有名な、まあ、装備ショップさんがあるんですけど、そことコラボの商品になってます。で、これ、昔、一回出たんですけど、今度バージョン2ということでね、ちょっとだけ進化して出てます。で、色はね、ブラックで陸地迷彩、コヨーテブラウンとマルチカムになってます。で、陸地迷彩とコヨーテブラウンだけは、ネットでしか売ってないそうです。はい。でですね、僕がなぜこれを買ったかというとね、こいつなんですよ。まあ、さっきのシングルポイントのスイングで見せたと思うんですけど、最近MBR のね、G&G さんの、308使ってるんですけど、マガジンサイズがまあ 7.6 になってでかいんですよね。まあ、普通の M4 マガジンと比べても全然でかいですよね。うん。で、まあ、携帯にね、ちょっと困ってて、一応、僕、これ100連マガジンなんですけど、5本。まあ、ゲームがね、長引いた時とかのことを考えて、一応5本持ってるんですけど、今までね、まあ、ここにもあるんですけど、ここにも1個、5本目、セーフティーモータル機刺してるんですけどね。ずっと困ってたんですよ。どうしようかなと思って。で、SUP のダブルね、今僕、SUP の方つけてるんですけど、2個ね、胸に2個つけてるんですけど、そこで2本しか入んないんですよ。で、どうしようかなと思って、ちょっと前までここにね、M40 用に丸いの、M14 とかのマガジンが刺さるポーチを、一時つけてたんですけど、それがちょっと柔らかいんですよね。で、マガジン入れてないとき、まあ、それにもこんな感じで、ハンドガンポーチね、2個つけ、4つつけてたんですけど、こっちの重さでね、ふにゃふにゃになって、走ってたりとかすると、こう、動くんですよね。でも、それが鬱陶しくて嫌だなと思ってて。で、このレイクリグ、ちょっと考えたんですけど、まあ、他社の製品ですけどね。ただ、僕、レッグリグ、まあ、レッグホルスターもそうなんですけど、足を、なんていうんですか、固定されるとね、動き阻害されて好きじゃないんですよね、正直。で、ちょっと悩んでるとこでね、たまたまこの前、田村装備さんのタクトリー行った時にね、一人これつけてる人がいて、で、見させてもらったんですけど、まあ、さっき言った通り、この股の下の部分に、
この固定ベルトが来るんで、あんまり、こうなんていうか、締め付け感もないし、動きを阻害されることがなかったんですよね。で、これのいいとこなんですけど、まあ、本来、このセットを買うと、16のマガジン用になります。で、16のマガジンとか、まあ、その近いサイズしか入らないんですけど、なんとですね、まあ、これ、標準で付いてくるやつなんですけどね、これ16のマガジンのサイズ。まあ、さっきの M4 タイプのマガジンが入ります。ちょっとこれね、伸びる素材なんで、よいしょ。ちょっとこれ単品だと入れづらいんですけど、実際は固定されてるんでね、入りやすいんですけど、まあこんな感じで、まあ見た通り M4 のマガジンぴったりのサイズなんでね、まあ他のどう考えても入れないですよね。ただ、ここがね、やっぱ田村さんの装備考えられてて、オプションで G3 用の、まあ大きいこのタイプですね、が入る。タイプと、あとまあサブマシンガン MP5 用みたいな感じで、まあサブマシンガンのマガジンが入るようなタイプも出してます。で、取り替えも簡単で、ここね、マジックテープになってるんで、ビリビリってこう引っ張って、で、中身入れ替えるだけです。たったそんだけで、側は変えずに中身だけ変えることができます。これもありそうでなかった製品ですよね。まあ僕も、いろいろ買う前に調べたんですけどね。なので、まあ、これを採用したわけなんですけど、ほんとね、いいんですよ。マガジンも馴染んでくるとこうサクッと入るし。で、僕の場合、条件が2つあったんですよね。まずは、今言った通り、まあ、この、7.62タイプのが入る大きさがある。で、次、前にウェビングがある。こういうような感じでつけちゃうとね、ここのモール潰れちゃうじゃないですか。となると、ハンドガンのマガジンポーチをつけるところが欲しいんですよね。で、ここに、モールが欲しかって。で、今4つつけちゃってますよね。まあ、普段はね、もうこんな感じで、常に開けっぱにしちゃってるんですけどね。よいしょ。こんな感じか。はい、こんな感じで使用しております。まあね、これもなかなかかゆいところに手が届くというか、結構ツボに入った商品です。ちょうどね、やっぱ腰にあると、下目にまあつけるとしてもね、やっぱりちょっと僕としては高いんですよね、位置が、マガジン抜くときに。で、まあこれはね、やっぱ1段階落とすんでね、まあ、太もものあたりに入るんですごく抜きやすくて、非常にいいですよ。で、ここ、まあ、多少ね、今、緩くしてるんですけど、まあ、下、足で止めちゃうんで、抜くときもこれが、せり上がることもないんで、ね、もう、スッと抜けます。こんな感じで。で、テンションがね、結構しっかりしてるので、まあ、よくある、上にね、このバンジーコードがついてるタイプでもないんで、抜くときもかなり静かですね。この前もたまたまネット越しに敵と出会うことあったんですけど、向こう気づいてなかったね。ただ僕、ちょうど、まあ、弾切れ状態で、ね、この状態だったんですよね。で、マグチェンジしたいけど、と思ってよくよく考えたらこれ足なんねんじゃねえと思って、スッとね、静かに抜いて、刺すときの音でようやく気づかれました。それぐらいね、やっぱ静かに抜けるんで、これ、インドアでもおすすめだと思います。で、あと、僕みたいにね、その足をね、こう、締め付けられて嫌っていう人も、これはね、違和感あんまりないと思うんで、ぜひぜひ試してもらいたい商品ですね。うん、そんなもんですかね。ほんと。で、この横、このモールが1段だけかな。これは多分サイリウムとか刺すようになってますね。まあ、ほんとシンプルな製品ですけど、すごくいいですよ。ちなみに、裏にはちゃんと、まあさっき言ったようにね、ボルクさんとまあ田村さんのコラボ商品ですよというふうになってます。で、このね、ベルトの位置も若干ですけど、
マジックテープになってるんで変えることできるんでね。お、BB 弾出てきた。で、カチッと止めると。これもね、ほんとすごくいい商品です。で、まあさっき言った通りね、武器、僕みたいにいろいろ使ってみたいという人にとってはね、どの装備に変えても、使えるんで、ね、中身変えるだけで。で、本体はね、1万3000ぐらいだったかな。本体1万、税込みで1万4796円ですね。で、さっき言ったこの、替え用のアダプタですね。マガジン変えた時のアダプタがだいたい2500円くらいなんですよね。G3 タイプで2376円で、MP5 だったらサイズいくらだったかな。1296円。ということでね、ほんと3000円とか2000円で中身変えると同じものが使えるってかなりいいっすよね。ほんとだったらもうこれ越しね、変えなきゃいけなくなるところを、まあ中身はさっきみたいにベルクロでね、バリバリってやるだけで変えれるんで、いろんな銃使ってる人はね、特にいいと思いますよ。まあシンプルだけど本当で、ここね、マジックテープで止めるだけなんで、柔らかいっていうさっき僕言ったんですけど、これ意外とね、しっかりしてるんで、柔らかそうに見えて意外とカッチリしてます。で、さっきのポーチと違ってね、足でも止めるんで、まあ、一回カチッとつけてしまえば動くこともないんでね。ちょっとそういう装備してて、まあいろんな武器使ってとか、その日の気分で武器変えたいとかいう時にはちょっといいかもしれないですね。僕的にはかなり満足してます。まあほんと、ね、サクッと。これちょっと足固定してないからだけどね。サクッと固定して、で、結構ね、行くときも、これぐらいのテンションあるんでね、逆さにしても絶対落ちないです。はい。で、まあ、これもくたびれてきたりしたらね、中身だけ変えれるんでね、ほんといい商品です。ということで、まあ、以上ですかね。さっきと違ってかなりさっぱりめですけどね。まあ、田村さんらしい商品っていうんですかね。いろんなマガジンに対応できるようになってて、値段もまあ、実物装備としてはリーズナブルな方で。で、まあ、細かいところに結構気が利いた商品なんでね。一度買えばね、長いこと使えると思います。なので、まあ、ポーチ、レグリグとかね、いろんな銃使うからいろいろ変えたいなって思ってる人には結構おすすめかもしれないです。特にフル装備してない人でもね、僕みたいにサスペンダーと腰前だけ戦ってる人もね、これ1個つけるだけでまた、マガジンの携帯数も2個上がるんでね。まあ、そういう、戦い方したくて、まあ、ポーチ、もうちょっと増やしたいな。でも、レグリグって2箇所こうカチカチって止めて邪魔だなっていう人にはいいかもしれないです。以上ですね。まあ、ほんと、いい装備なんで、よかったらまあ、購入してみてください。で、また何か質問あれば言っていただければ、答えますので。まあ、以上ですかね。まあ、簡単でしたけど、レビュー終わります。